そうがなかったとしても山椒先は感じられる。 I don't drink much water はすごく大事だなと思います。どうもこんにちは、ケビンです。どうもガケです。ヤマです。いや今日はメニーとマッチのネイティブの使い方について質問してみた。やっ、メニーとマッチ、はいはい、私たち日本人はですね、どっちもこうたくさんのいっぱいのみたいな感じの時はそのメニーマッチを使うよって習うんだけど、そのまあ数えられる名詞の時はメニーがつく、で数えられないやつはマッチがつくよって習うんですよ。なるほど。なるっていうか、まずその感覚があるのかどうかよね。 そもそもそっからだよね。ま、ないな、その感覚は全くないな。数えられる名詞って言われてピンとくる？いや、来ない。ない、来ないな。例えば、ペンとかは数えられるよねと、うん、そう、メニーペンになるよねっていう、たくさんのペンだったら、あ、はい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 、なるけど、水とかは形がないから数えられないと、そういう時はマッチ、たくさんの水、Much water ってなるよねって習うのよ、まずね、そもそもそういう風になるの。はいはい、でそもそもその感覚がないじゃん、多分。そうだね、そのカウントできるかベースでは考えてないね。カウントできるかベースでって言われるもんね。いや、そう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 、むしろもうそれでしか判断基準がないぐらい。なるほど。そう、だそういう感覚はないですね、うん、この普通に、もう慣れすぎてやってるのかどうかわからないけど、うん、経験が多すぎてね。そう、だからそのペンを数えるときに、うん、確かにこう much pen と言わないなと思う。うんうんうん、え、正解どっちだっけ？メニー。メニーだよ、メニーだよね。そう、そんぐらいだもんね、その今の。そう、だから much pen とは言わないなってすごい思うし、うん、メニーペンって自然に出てくる、うん、こう自然に出てくるサムシングはある。うん、まず自然に、うんうんうん、自然にこれはこれだみたいな、これはメニーだ、これはあるけど、うん、なんていうかな、すごくグレーなのもすごくいっぱいあるわけよ。ああ、どっちでもいい。だからこれはマッチなのかメニーなのかっていうのはすごくいっぱいあって、うん、どっちでもいいやってなるときはすごく多い。へえ。マッチってあんま使わないな、そもそも。あ、そうなの。There is much water って言うよねってことだよね、それって。言うっていう認識あってるよね。そういうことだね。そう、あってるよね。で、すごく変な感じするんだけど、それ。変なの。だから、うん。There is so much water だったらすごくナチュラルな感じするけど、うん、なんか、そうがつかないと、なんか、There is much water って言ったらすごいなんか、あっ、わかるわかる。いやー、わかるわかる。全然わからん。そんななっちゃうの？そんな、へーってなる。何の感情それ？どの感情の時そうなの？あっ！全然分からない。よくならない？よくならない？変な日本語聞くときは。すごい変な日本語聞くとならない？心が踊り始めちゃうの？踊ってんじゃん。ってならない？俺だけか。え、なんかそうなっちゃったら全然、あ、しっくりくるってなるの？そうだね。これちょっとまた別のトピックなのかもしれないけど、マッチの後にそうがつくと思うな。なってる。マッチの前に層がつくと全然全然使えるなって。なんで？てかもう層マッチっていう使い方すれば、うん、もう別に数えられられない、もう関係ない気がする。え、層マッチペンでもいいってこと？層マッチペンで、層マッチペンで。そうだねー。それは無理、さすがに。いやでも使えちゃうと思うな。使えちゃうんだ。まあどちらか、どちらがナチュラルかというと層メニペンって言うけど、層マッチペンって言ってもそんな変な感じしないんだよね。そうだね。そう、例えばさ、そのサンキューソーマッチとか言うじゃん、うん、そのさ、はい、そのソーマッチってもう合体してるぐらいの感覚なの？そういうこと？うん、そうそうそう、マッチ言うならもうソーつくだろっていう感じ。いや、それはね、もう濃厚説だよ。濃厚説、うん、だからもうその、うん、マッチ単体はもう使わないもん。使わないかもしれない。それはね、もうええー、ってなってたの。あ、本当、うん。いや、そうだって、レイプも思い浮かばないもん、マッチだけで。じゃあ、いっぱい水があるとき、一番最初に出てくるの何？もうそれをケビンがいっぱい水があるって言いたいってこと。 Lots of water。 Lots of water なんだ。うん、なるほどな。でも、a lot of じゃなくて Lots of water がまず最初に出てくる。わからん。あ、意味よ。いや、え、俺その違い分かんない。ロッツオブとアロットオブは分からない。うん、分からない違いが。なんかさ、
喋ってるからではない。書くときはどうする？それも書いて、青線引かれて、マイクロソフトウィンドウに、右クリックで直す。なんでなんで？これはアロットなんだみたいな。これはロッツなんだみたいな。あ、そういうのあるんだ。アロットじゃなきゃいけない場面とロッツオブじゃなきゃいけない場面があるってこと。だからそれで直されるときある。あ、そうなんだ。でも謎なんだ。全然そう、もう違いは感じてないし。なるほど、喋るときはね。うん。Lots of water. A lot of water. じゃあまず、マッチを使う場面がもうほぼない。だってな。じゃああれは分かった。なんか考えてみ。あの、分かった。I don't drink much water. ああ。否定にするとかはどう？ああ、なんかさ、疑問とか否定の時はマッチを使うみたいなのってなんか習った？あるっけ、そういうの。なんか、あ、習ったような、習ってないような、ごめん、習ってないかもしれない。俺らの、俺らの。それ今どう？いや、I don't drink much water はすごくナチュラルな感じがする。だから、今のはマッチ使えるな、その時は。使えたね。使えたね。それがじゃあ、ロッツオブだったら変なの？ちょっと変。あ、ちょっと変なんだ。アロットオブでも変。うん。いや、あ、変じゃない。変ではない。変じゃないな。え、でもマッチの方がもうドンピシャ。いや、同じだな。同じ。うん。つまんが同じだわ。え、でもさ、でもさ。マッチ使えるんだ、それね。それでマッチ使えるね。マッチのレベルがガンと上がったよね、その否定の時は。ね。疑問の時はなんか。Do you drink lots of water? の方が全然ナチュラルな感じして、Do you drink much water? って言ったらどういうことってちょっとなるな。どういうことってなんだろう。なんかさ、いや、なんか、そういう時ってさ、この、イナフかどうかみたいな感じする？うん、そう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 。ただ単にたくさんって感じじゃないのかもね、マッチってもしかしたらなんか。そう。イナフ的なね、ちょっとニュアンスあるかも。なんかもね、うん。あ、そういうことってこと？ロッツオブウォーターはその上限がなくめっちゃいっぱいって感じがするってこと。で、そうなってくるとさ、そもそも Do you drink ロッツオブウォーターの方がさ意味あるんだよね。でっかいボトルがあってこれ飲めるとかが意味わかるじゃん。なんか、Do you drink lots of water? は回答者的にたくさん飲んでますかって感じなんだよな。あー、Do you drink lots? そう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 、だからそのあなた目線で、そう、あなた目線でいっぱいは飲んでますか、っていう感じ。うん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 。で、Do you drink much water? はもうちょっと意味がわかんないね。その意味わかんなさ、さっき言ってたそのなんか基準があるはずなのにない感じがするかってこと。なんかさ、何かに就職してんだよね、マッチは。何か、なんか Do you drink too much water? とか Do you drink so much water? とか、なんかマッチ団体だともうすごいねこれふわふわするんだよ。それさっきのそのさ、イナフ感があるっていうのはあるんだ。いや、別そうとも限らない。ドンピシャそれじゃない気もするんだけど、でもなんか近い気がするんだよね。近い、そのイナフじゃない感、うわ感じるかもしれないんだけど、これだっていうのではない気もする。 I have much money とか、うん、変な感じする。いや、何ベースでみたいな。いや、そうだよね。なんかそう思うってこと。その違和感を言語化したら、何から見て持ってんのって思うってこと。そのお金を。そうだね。だから何基準でいっぱいって言ってんの的な感じなのかな。え、例えばじゃさっきの、なんだっけ、I have much money とか、それってさ、その、いくらぐらい持ってるかの想像が全然つかない、その文章からは。例えば、この人は今、1万円持ってるのか、1億円持ってるのかがもう分からん、その分だけ。分からない。例えばじゃあそれがロッツオブマネーだったら、I have ロッツオブマネーだったら、ロッツオブマネーだったら一般常識的にたくさんのお金っていうぐらいのお金なのかなみたいな。なるほど。うん、例えばじゃあ大学1年生の会話で、I have lots of money って大学実際の友達が、はい、言ってました、普通にアルバイトしてる感じね、って言ってたら5万とか、7万とか入ったら、ワースマネだねってなる。そうそうそう。そういう感じ、その、お互いの一般常識、共通のその常識的なたくさんってなるけど、マッチマネーだったら、ベースがわからないというか、何を参照してるかがわからなく、そうなんだよね。でそこに、例えば、ソーマッチとか、トゥーマッチがつくと、めっちゃっていう感覚がすごい出てきて、あ、めっちゃ持ってんだってなるんだ。そう、ソーマッチマネーとか、I have too much money っていうと、お互いのこの常識が適用されるというか、で、突破それよりボンっていってるっていう意味。そう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 。なるほど。そう、やっぱその感覚で言ったら、ロッツオブとかアロットオブのと対等にするためにはマッチを、俺らが持ってる使い方にするには、やっぱそうとかツーがいるってことなんだ。だから、ケビンの違和感はそこか。いやそれなのかな。マッチではどこ、何から上なのかが分かんない感じがある。
うん、そうそう、メニューはないんだ。でも I have so many pens。 いや、今のも I have so many pens も同じだよ。ここのお互い常識、まあ大体 2,3 本かなに対しての so many だから7本とか、うん、筆箱に入ってるのかなみたいな、7本、10本とか。メニューは I have many pens。 いや、それもそうがなかったとしても、うん、参照先は感じられる。じゃあマッチだけ なんか、そうそうそう、参照先がない感じ、うん、何と比べてんねんってなる。そうロッツォでいいじゃん。あ、そうなんだ。そんな感じで。ロッツォの方がさ、オールマイティーだからさ、うんうんうん、ロッツォの方が便利だよって思う。いや、ちなみにさ、アロットオブとロッツオブはさ違わないって言ったけど、ケミはさ、ロッツオブにさ、このエコ引きしてた今ロッツオブがアロットオブ今さ、ちょっとあの取り残されてるじゃん、うん、ロッツオブの方がよりいい。アロットオブよりなんかこれも私が認識してなく無意識で使い分けてるやつだと思う。うんうんうん、だからこう深く考えればちょっと違いが出てくる気がする。うん、けど、ロッツオブって言っとけばそんなにおかしいなことになることはない。 He has lots of money. There are lots of flowers. ロッツオブでいいんじゃない。ロッツオブは日本のたくさんとかいっぱいみたいなのはもうロッツオブに置き換えちゃっても全然一番それがいいんじゃないかって感じる、うん、あ、じゃあそれでいくわ。ロッツオブ、ロッツオブ使おう。まとめ的には、はい、メニューとマッチの違いを知ろうとしました、はい、違いはあるけど、そもそもマッチ使いません、うん、使うとしたらもうソーとかトゥーとかと絶対くっつく感じがする、はい、そうですね、一部かないでマッチ単体にいけるけどほぼそれも使わない、うん、だったらもう全部メニューもマッチも含めてロッツオブでいいだろうと、それを使いなさいよと、うん、そのが便利だ、便利だし、そんなにそれで失敗することはないよと、うん、なるほどです、うん、いや非常にあの面白いコンあのポイントだったんじゃないですかね。もしかしたらね、lots of と a lot of の違いが追求するかもしれないよね、うんうん、多分そのコメント欄とかであの、うん、おそらく教えてくれてる人がいるから、うん、コメント欄を参照していただいて、マッチのこともなんかあるかもね、ね、これもこういう理由でダメなんですよみたいなのを教えてくれてる人がいるかもしれないし、うんうんうん、結構ハイクオリティなコメントがよくあるので、そうだね、勉強になる、勉強コメント欄の方が勉強になるから、そう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 ここでやんわりとした情報を得てもらって細かい情報はコメント欄を見てくださいっていうスタンスでね。でも学べるならそれでいいさ。そうだよ、いいよ、それ学べることがいいからね、いいと思う、いいと思う、生の英語としてはそういうことなんだよね。そうそうそう、知識は知らんけど、うん、そうそう、知識は知らんけどマジで本当にごめんね、本当にいつももう分かんなくて感覚だから、感覚でやってるからごめんね。はい、今回もご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。ではまた、じゃあねー。